アメリカ軍兵士に露革されたフェーンロケット発射機。この兵器には時折ビールケース対空砲のあだ名が付けられたヘンシェル HS-297 フェーンは第二次世界大戦時にドイツで使用された小型の地対空ロケット弾である。原則的にこの兵器はフリーガーファウストに類似する。主な違いになっているのは HS-297 が片付け式の兵器として 設計されていない点である。両方のシステムとも無誘導形式のロケットとして作動するイクモンカの昇降系兵器が低空飛行する敵機に対して用いられる。このロケットは、口径が7 2 9トルであり、全長は2 9 5トルまた全重は2 7ラムだった。単純に設計されたラックには35発のロケットを装填し、 発射が行われる。また数発のロケットが同時に射撃された。個別のロケットを発射することもできた。射程は1200メートルである。照準は半円形状バイザーを介した直接照準によって行われた。国民突撃隊での大量配備のため、この兵器は公式にボルクフローアール・ベルファーと呼ばれた。これはフォルクス・シュトゥルム・フルガー・ブワや歴ヒワーファーの 省略系である。1945年2月まで50機が配備され、兵員の訓練用として提供された。発射機化のうち24機は、レマーゲン地区の3、フラコレールバーサプト900に割り当てられ、1945年4月2日、連合軍の戦闘爆撃機に対して初めて用いられた。数日が過ぎて、レマーゲンのルーデンドルフ橋を奪取した後、 アメリカ軍は無傷と思われる発射機のいくつかを手に入れている。最も量産された例に BA-349 ナッターがあり、有人式の垂直離小ロケット迎撃機である、この機体の機種部分には24発のフェーンロケットを収めた発射機が装着された。BA-349 が実戦投入されなかったことは知られているが、 このロケット兵器は大規模に地上試験が行われていた。海軍でも艦艇の対空火器として採用した。軽量で反動がないという特性から、主に駆逐艦、水雷艇、掃海艇当初艦艇の防空火力増強用に搭載された。ありがとうございます。